ヘルマン・ベーデキント、ヘルマン・ベーデキントは、ドイツの舞台俳優、オペラ歌手、舞台演出家、オペラ演出家、舞台監督、芸術監督、平和活動家。ヘルマン・ベーデキントは、ベスト・ファーレンのコースフェルトに生まれ、青年期をビッテン・アンデアルールで過ごした。1932年、彼は、ハーゲン市立劇場で独学で働いた。その後、 1935年にハインツ・ヒルパートにベルリンのドイツ劇場に招かれるまでの間、ビーレフェルト劇場で若手の役を演じた。一旦ベルリンに行ったものの、慕っていたヒルパートと仲違いしたベーデキンとは、ケーニヒスベルクの新劇場に行った。しかし一シーズン後にベルリンのドイツ劇場に戻り、1943年まで、 ヒルパートの私的なアシスタントを務めた。その後、短い期間歌手として活躍した。ダンツヒのオペラでは、若きヘルデンテノールとして、第1級の賞を獲得し、1943、1944年のシーズンにはドレスデン国立歌劇場と契約したが、6ヶ月後の1944年9月に、ドイツのすべての劇場が閉鎖されたため、この契約は打ち切られた。 ベーデキンとは、1945年2月に、直接、ドレスデン爆撃を体験している。それは彼に深い印象を残し、後の作品全体に決定的な影響を与えた。例えば、後に、彼が脚色したバロックの詩人、アンドレアス・グリューフィウスの推理劇、カタリーナ・フォン・ゲオルギエン、または守られた聖実では、その冒頭に連続するのは、 ドレスデーへの焼夷弾による爆撃の描写、女性が発狂する体験、翌朝の黒鳥の歌による目覚めの体験など、ベーデキント自身の体験にまで遡ることができるものである。ザールラント州立劇場戦後の1946年から1950年にかけて、ベーデキントは当初、ボンの劇場の館長を務め、同時に当時高い評価を得ていた。 演劇学校の校長も務めた。その後、1950年から1954年まで、戦後に再建したミュンスター私立劇場の芸術監督を務めた後、バーゼルに芸術監督として赴き、1960年にはザールブリュッケン州立劇場の運営を引き継いだ。1964年に指揮者、ジークフリート・ケーラーを音楽総監督に起用したことは、 ザールブリュッケン音楽劇場の芸術的な共同作業の始まりであり、ドイツの国境を越えてザールブリュッケン音楽劇場の名声が高まった。1970年にはザールラント州の首相から総監督の称号を授与された。1975年ザールブリュッケンでの総監督としての彼の仕事は終わりを迎えたが、演出家として国境を越えた活動、特に 東欧諸国、とりわけ、グルジアとの接触の発起人としての彼の関与は、終わらなかった。バーダーンのベーデキントの墓ベーデキントとコーカサスの、この国との文化的接点を活かし、1975年には、彼の個人的な友人でもある、ザールラント州の州都ザールブリュケンのオスカー、ラフォンテーヌ市長の発案で、ナト o 地域の都市とワルシャー条約機構の都市との初の、 都市提携が実現したが、これは冷戦の真っただ中のことであった。ザールラント州立劇場前の広場は、ジョージアの首都にちなんで、トビリシ広場と名付けられている。第二次世界大戦後、ベーデキンとは自分自身を芸術と平和の大使としてみなしていた。彼の個人的なモットーは、芸術は国境を知らない。歌手のモンセラート・カバリエを、はじめ、 多くの若手アーティストが彼に見出され、宣伝された。しかし、彼がプロのレベルの演技を要求したアマチュア演劇人たちとの講演も多くの側面から認められ、支持された。彼らはバルベの肥沃な大地に巻かれた。そして、彼は何度も何度も地球規模の国際理解のために仕事をしてきた。ヘルマン・ベーデキンとは、長く住んだ、 ザールラント州バーダーンで88歳で死去した。彼は地元の墓地に埋葬された。ザウアーラント地方のバルベ洞窟にある巨大な自然の舞台で行われていたアマチュア演劇の伝統は1947年にバルベ洞窟演劇協会が設立されたことで再開された。1949年、ヘルマン・ベーデキントが3年間劇団の芸術監督を引き継いだ。 25年の中断の後、1950年のペドロ・カルデロンでエラバルカの大世界劇場に出演していた仲間に刺激を受け、バルベ市民のアガータ・アルホフ・クラマーからバルベ洞窟フェスティバルの再設立を引き継いだ。ベーデキントは1983年から1996年までバルベ洞窟フェスティバル協会の芸術監督を務めた。カトリック教徒として育ったベーデキンとは、 ザウアーラント地方の小さな町バルベと密接な関係を持ち、同時に重要な関係を築いていた。ベーデキンとは彼の国際的なコネクションを利用してヨーロッパ各地の俳優を紹介し、舞台空間としてのバルベ洞窟の魅力を伝えた。初年度にはアンドレアス・グリューフィウスから脚色したグルジアのカタリーナを制作し、モスクワのポルジャンスキーが主将団のゲスト公演も行った。 歌手のための宿泊施設を提供することで多くのバルベ市民に支持されたこの交流は彼がモットーとしていた芸術は国境を知らず芸術は人々を一つにするという平和政策の中心的な関心事を現実化したものであった同じ伝統の中で彼とジョージアとの密接な関係によるトビリー氏のルスイコールアンサンブルの演奏があったがバルベの後に 当時のソビエトの外務大臣、エドゥアルド・シェワルナゼとの密接なつながりができた。ほぼ同時期に彼はバルベでロシア作家組合による朗読会を開催した。これらの講演、出演を可能にするために彼は取材を投じた。1984年のベスト・ファーレン・ポストがのインタビューで彼は次のような表現の発言をしている、まさに射撃クラブが 毎年毎年伝統的に鳥を撃ち落とす場所で、私は平和の鳩をカタリーナと一緒に舞い上がらせたのだ。ベーデキンとは、1995年にフェスティバルの一環として、クタイ氏のヘルマン・ベーデキンと若者劇団の俳優たちと一緒に推理劇、大世界劇場を上演し、世代を超えた取り組みであることを証明した。名誉会長として、ベーデキンとはその後もバルベ洞窟フェスティバルと、 密接な関係を保っていた。ベーデキンとは、人々を団結させる彼の努力に対していくつかの賞を受賞している。彼は偉大なドイツ連邦共和国功労勲章。1986年、ザールラント功労勲章、ノルトベストファーレン功労勲章、アルベルトシュバイザー平和メダルを受賞している。彼は、クタイシトジョージアの名誉市民になった。1995年、 エドアルト・シェワルナゼ大統領は彼をジョージア共和国の最初の名誉市民に指名した。ベーデキントは俳優一家である。彼は女優のグレーテ・シャウン・ベーデキントと結婚していた。彼の弟のウェルナー・ベーデキントは1950年にカール・ソルウェニを設立し、1999年まで演出家を務めた。彼の息子の一人はマイケル・ベーデキント監督である。 彼の娘のクラウディア・ベーデキント・フェルミーは1986年からハンス・イエルク・フェルミーと結婚した。別の息子が医者、アンドレアス・トレッチェルである。ボズラースタートバッチ2セプテンバー1954ザールの街角独仏国境の街ドイツザールブリュッケン。さあ、広場で2020年12月13日閲覧。 サーランディシャスクルトゥアジャーネルハットベッカンマシャングフォンバーレイハンガンでサーランディスケンバーディンクダンズザーブルッカーツアイトゥングバーラグウントダルーカー GMBH ピアニッシ三も、321から322、http コロンスラッシュスラッシュ w w w a m t s b l a t t u n y s a r l a n d d e h e f t e スラッシュ1986スラッシュ 1986-015.pdfhat ドイ u t ジョージャシャストセントラムゲルセンキルシェン、ハットクローディアウェティキンドイン インターナッツのラスバイグラファイシャスアーカイブ391987フォーム14セプテンバー1987イムマンジンガーアーカイブハットザーランディシャバイグロフィンエティキンドヘルマンウェブドットアーカイブドットオアルジ2020年8月27日閲覧ありがとうございます